んちん。おちんちん。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 へいしり。おちんちん。私には意味がわかりません。おちんちん。はい、それでは星のカービィスーパーデラックス実況を続けていきましょう。はい、はい、真面目にやっていきましょう。今回は何をやるんでしょうか。はい、今回ですね、はい、前々回もインターネットの逆襲クリアしまして、はい、前回はミニゲームやりました。はい、ということで、いよ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 銀河に願いをと言いたいところですが、何ですって。やり残したものがあるんですね。春風とともにです。あー、やってませんでしたね。はい、私来年の春まで我慢しようと思ってましたけども、うん、無理です。そうですか。来年の春までこの時期は続きません。春を先取り、春風とともに。いやー、もうすぐ冬。おちんちん。やめろやめとこやめとこ。あきれ、ついに行きましょうか。はい、難しさ1のやつを今更ここで。そうですよ、ここでね、これが我々の実況ですから。春風とともに、あきれ返るほど平和な国プププランドから全ての食べ物が奪われた。大飢饉じゃんね。お腹が空くのは困ります。大塩平八郎、倒せ倒せ、悪者出れないよ。スーパー短くワクワクプレイゲーム、素人さんにもおすすめだ。まあ、本来ならこれからやるんだけどね。ね、うん、なぜ我々はこれをやらなかったんだろうか。うん、俺がダイダーブレード好きだったから。なるほど。申し訳ない。まあ、オープニングムービーありますよ。はい。あの、すげえ、プププランドの大事件。あれ、タックがいっぱい、手下たち。おう、お、本人もいる。おお、自ら行くんだね、ちゃんと。ね、なんか好感を持てる上司だね。ね、うん、現場にね、自分が最前線に立つという。そう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 。大事。デスクの人間じゃないんだよ、出てないよ。現場の人間であるんで、ずっと。叩き上げよ、うん、叩き上げ。読んでなかった。はい。まあ、飯が取られた。まあ、そうね、三者ね。助けろ。やっていきましょう。はい。さあ、始まりました。ステージ1、グリーングリーンズ。グリーングリーンズ。グリーングリーン。なんだっけ、青空には、あ、そんな歌ある、そんな感じ、悲しい歌だよね。そうなの、あれってなんかっていう話を聞いた。へぇ、おい、さて、始めていきましょうか。あ、痛い、この野郎、お前は食う。あぁ、すっか。我が胃の中で消化されるまで苦しむがよ。苦しい、痛い、助けてくれよ。お前もだ、トマトも、お前は食わない。あ、硬そうだからな。産んでくれよ。あれ、などうしたラヒ。生まれたいよ、生まれたい、生まれたい、産んでくれよ。このように生を授かりたい。もう生を授かりたい。怖いわ。願え、願え、こそ祈れ、懇願せよ。生まれたい、産んでください、生まれたい、生まれたいか、こそ生まれたいです。 お願いします。ひざまずけ、祈れ、懇願せよ。お願いします、お願いします。見てください。あ、本当にこいつ懇願してる、懇願してる。待って、あ、今ね、軽い厨房線だから、ちょっと待って、今 見れない。わかった。あ、もう、せっかくリアルドキドキしてるのに、こいつ何気にちょっとむずいんですけど。え、待って、え、ゲーム素人さんにもおすすめ。おっと、言ってくれるね、ゲーム素人さん、言ってくれるね、おれ。気に入った、食ってやろう。あ、さあ、アヒ君よ、ついにこの世に背を授かる時が来たようだ。あ、産んでくれるんだ。はぁ、あ、ダメだ、まだ、あ、まだダメだ。あ、もどかしい。俺の力が足りない、足りない、俺の力が。食べてもっと、食べるか、早く。あ、ダメだ。すまぬ、アヒ、俺の皆さん、どんだけの下りを。俺の力がもっと足りていれば、すまね。十分だよ。アヒ、あー、生まれた、なんか出た、生まれたよ、なんか出た。出た。まるで、あの、排泄物みたいに言うのやめてくださる。なんか出てきた、なんだこいつ。出てきた。俺の排泄物。出てきた。俺の汗腺から生まれた。なんかね、赤からできたみたいなね。あるよね。力太郎みたいな。ね、うん。さあ、来ましたよ。お、ここで味方がいるの頼もしい。早いね。あれ、デジャブこいつ。どっかで会ったことあるの。会ったことあるな、こいつ。ちょっとラヒ君、どうした、ちょっとエグいんじゃないかい。彼が一体何しちゃってんだよ。いやいやいや、立ってた。立ってた、すげえな、悪役の言い分だよ。いやいやいやね、てかこの春風とともにってあれだよね、うん、カービィの1か、そう、1のステージの、まあ、リメイク的な感じ、うん、そうそう、コピー能力ありにした感じかな。あ、なるほど、そうね、1ないもんね、コピー能力確か。うん、おら、これは俺もらうんだよ。いいよ、ファイターですよ。行ってみましょうか。さてさて、こういうね、量の仕方があるんだよ。爆弾投げ込んでさ、魚切りさせてね。はい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 。爆弾だっけ、なんか電気じゃないの。あ、電気もある、電気流して爆弾もある。
爆弾、爆弾もあんの？あの、そういうショック、とりあえずショック与えられるものだったら何でもない。はい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 、ショック与えられるものです。精神的なもんでもいいの？いやいや、魚を精神的に攻めるのはどう攻めるんだ。やーい、陸で生きられない者たちみたいな。おっとっとっと、おっと、危ないよ、危ないよ。うん、ナイス、危ない、あー危ない、やーい、行くよ。社会的弱者なんて言い方すんだよお前。怒られそうだな普通に。なんかさ、うん、精神的にショックなものをさ、うん、ずっと考えてるけどさ、うん、思い、そう言えることじゃないんだよ全部。えぐいことばっか思いついちゃってる。あ、激薬系できたよ。行くよ。激薬？うん。はい、到着。うわ。行くぞ。よし。行くぜ行くぜ。まあショックなもの、母親の接吻シーンとかな。お父ちゃんと？ショックだ。まあ父ちゃんならな、まあ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 いいよね。うん、ああ、まあまあまあね、そういう、うん、微笑ましいもんだよね。微笑ましくない関係のね、うん、関係だったらもうそれはショックですよ、それは。ねえ、もう泣いちゃうな。泣いちゃうどころじゃないな。どうなるんだい？お前、悪いな。聞かせてほしいね。入るぞ。うん、来た、もう来た、はぁ、懐かしい。あ、これさ、なんかロロロロとラララとかじゃないですか。そう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 。さて、来るよ。これね、コピー能力なかったら結構エグいんだよね。裏取りして、そう、裏取りして、裏を取って。これオタクの旦那じゃないね、裏を取って。あ、よかったってね。あ、ナイス、高かったね。ねえ、さっくりだね。うん。ハルカス様にこの一パートでクリアできちゃうかな。あ、いけるいける。いける？うん。何ステージだっけ？あのね、4ステージ、5ステージぐらい。5ステージぐらいある。5ステージぐらいある。うん、昔の、うん、まあ、僕、初代星のカービィ結構好きで遊んでたんで。うわー、クラウズ。うん。だから多分、こう、あれ？一面カットされてるね、これ。だよね、多分。うん、クラウド4面じゃなかった気するよね。4面、4面、4面。あ、で、次確か、あれ？あ、で、もう出てるじゃん、だよ、次、これ次。あ、マジ？あ、ネタバレしちゃった。あ、お前！あー！春風と共に、とも楽しみにしてたのに。あー、ネタバレと共に。これどうすんだ？じゃあ私、責任を取ります。あー、自決した。あ、だけど、あ、うわ、お前、新しい衣がないぞ。衣がない。新しい衣がない。いや、これでいいんだ、俺は。お前、早まるな。こっちにいる、きっと。飛び込め。こんな俺なんて。飛び込め。あ、まさか、お前、お前、ダギー生まれろ。わーい。早かったな。めんどくさいことやってる、すまん。いいよ、全然。で、あ、俺そっちか、ミラーね。痛い、やべ。おー、自分からは何かかりやっぱ ね、その動画のコメント見た感じも、うん、ミラー人気なんすよ。ね、まあ、これがガード兼攻撃だし、うん、なかなかやっぱ強い能力ですよ。うんうん、攻防一体は強いね。攻防一体、富士攻防と。あれあれ、富士攻防は富士攻防だよ。前回のやつ。富士攻防だからね。いや、最近富士悩んでっからさ。悩んでないよ、大丈夫だよ。ガチっぽさを見せるね。お、あー、クラッコね。クラッコのね、クラッコは、ラヒーファイターちょっとやりづらい？あ、ちょっと結局食らっちゃうもんね。まあね。攻撃したら。未来に任せて。まあ、いろいろやれる。あれ終わった終わった、早っ。ほら、波動拳投げれるから。終わったよ。うん。うん。敵はもう、チリジリになって消えました。ねえ。うん。かわいそうに。でもまだまだ続くんだよな。あ、じゃああれ、ボスじゃないのか。あ、ちょぼちょぼ。ボスか。うん。で、どうする、あ、こっち行く。おう。あ、非真相だよ。あー、助けて。大丈夫、マイクマンが。かわいそうなことになってるね。ねえ。どんな気持ち？いや、ちょっと悲しいよ。どう？あ、これが精神的攻撃。今自分で役に立ってると思ってる？この会社にとって。やばい、会社の話になってる。あら、いい、死ぬのか、責任を取って。よし。いや、こいつ知らない。ただでは知らない男。俺は転職したんだ。ただでは知らない男だな。あ、オッケーオッケー。落ちるよ。よし。やばい。ああ。で、俺ら、あんま、うまくないんだ。あ、危ねえ。よしよし。いや、俺らうまいよ。だって、あの、激ムズ、メタナイトの薬師をクリアしたんだよ。なあ。洞窟大作戦だって、コンプしたんだよ。ねえ。俺らうまい。また衣を変えた。上にあるぞ。あ、いた。そっかそっかそっか。そう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 。ほら、ほら。なかったっけか。月月。あ、あれ、もっと上行けばいいんじゃない？あ、これかな？なんか、あったよね。これどこじゃ。あ、月だ。いけた、いけた。そう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 。で、あ、ロッキー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 、お、なんかある。生卵飲むよ。わかる。ロッキー、てててててての方ね。そうそうそう。ランニングしながらね。あ、ランニングじゃねえや。ランニング、ジョギング？いや、ジョギング。うん。
おっしょっしょ、はいはい、あ、ハンマーもらっとくか。あのね、ハンマーさんね、うん、あれ、あ、こいつボスか、中ボスか、ボスだよ。なんだ、なんだ、どうしたんだ、普通にいる雑魚キャラかと思った。ごめん、オーラがなかったわ、こいつに。いつもね、あの洞窟大作戦だと2回ぐらい、ね、穴に落とされてるからね、うん、かわいそうに。で、そうそうそう、あのさ、うん、前ハンマーに火炎能力がないって言ってたけど、この鬼殺し火炎ハンマーが、そうそうそう、それそれあったな。撃って撃って、あー来た、これか、はい、これなんじゃないな、ヒッツさ、導火線に火つけれるハンマーって、うん、多分それそれそれ、マジ。あーつけ、今このハンマーは悪手か。いやいや、くるくる、回復、くるリンパよ、くるリンパ。ラヒ、ラヒクストーンで大丈夫。いやいや、あー、でもいけるか。むしろストーンの方が有利だよ。確かにストーンの方がいいか。おい、ハンマーやーい、おい、ハンマー1番の、あー、ハンマーハンマー好きじゃないのかよ。やられた、ガードされた、バップスターに。敵は身内にあり。あの星ってどこから来てんだろうな、そういうの。ね、あれ、ラストだよ、もう。もうミス、マウントで出てる。え、めっちゃ早い。え、待って、録画開始してまだ14分3分くらいだよ。3分か。俺はもうマウント出てて2周目入っちゃう。はるかぜよ。そう、初代ね、カービィはあれですよ、コマンド入力でエクストラステージとかあったか、あったか、そんな体力減らしてもできる。で、先にここで取っとくか。うん、取っとこう、時能力、爆弾3連ねえ、お前すげえ投げれんのか。ねえ、あれ進んでいいのか、コピー能力がいる感じ。ああ、なるほどね。あ、ね、うん、それでいい、ロッキーで。いいよ。おお、攻めるね。ロッキー山脈でね、便利なんだ。ロッキー山脈で行く。オッケー、来たぞー。おーし、重しい。現場を知ってる、デスクの人間だ。こういうやつが一番、仕事できんだよ。おら弱い。弱い。こんな弱くていいのか。あ、もう感動のエンディングじゃん。いや、やっぱ最前線に立ってるとは、初戦ね。まあ、初戦だよね。うん。お。ああ。いや、昔のね、ゲームボーイ画質と違って、うん、ごく彩色のね、うんうん、画面で楽しむことができます。ここの視点は別の場所へ移動ですよ。飛ばされましたよ。ね、田舎はいいぞ。左遷だ。田舎はいいぞ。田舎はいいぞ。売り文句だからね。あ、違う。田舎でゆっくりショートしたらどうだい。ね、そろそろね、地元に帰りたいと、うん、思わないかい。もう香川照之。悪そうな顔がね、イメージできるよ。もう帰ってこなくていいからな。おっと、怖い ね、 言葉の裏 に、 ね、に一度した失敗を犯したらもうなかなか繰り返しはつかないからね。それが日本社会。怖い、怖い、カービィでする話じゃない。で、そうね、うん、このデデデの城から食べ物を、はい、戻して配給して、みんなに配給。でも続く義賊なんですね、はい、カービィって星の義賊カービィ。でもこれによってリストラされる社員が何人いるか。おお、なるほど、確かにな。こういうね、うん、偽善のね、裏ではね、どれだけの人たちが犠牲になっているか。あの、カービィする話じゃない。ごめんごめん。終わり。はい、あっさりだったね。以上ね、春風ともにね、うん、時間短いし、うん、ちょっとしたいことあるわ。え、何？前回ね、うん、データ消すことか。なんでなんでまた一から。セサの見切りやったじゃない。うん、で、あの、どうにも17秒の壁を超えられない。 0.17 の壁。はい。で、おかしいなと思ったら、そりゃそうなんだよ。うん。今これさ、うん、パソコンの画面で実況撮ってんだけど、うん、これって、その、キャプチャーボードから分岐させてて、何フレか遅いんだよ、確か。そうね、ちょっとね、うん、そう、反応が遅れるんだよね。ってことで、テレビの方に出力します。はい、ガチ。もう多分、ラグなしですから。動画見てる皆さんはもう何のこっちゃかなって感じだけど、うん、そういうことです。ね、はい、テレビ画面バージョン節約の見切り、はい、皆さんからしたら 何も変わりませんけども、うん、お付き合いください。3番か、いや5番か、5番でいいよ、5番でいこうか。いいよ、接続よ。いやー、ラッキー、わしゃデデデじゃん。今回デデデか、倒しがいがあるぜ。おお、遅い。全然遅い。あれ、ちょっと待ってよ、もう少し音上げる。来ます。はい、あっ、わ、めっちゃ早いじゃん、ほら。ねえ。0.14。やっぱ違ったね。ねえ。よし、本気出すわ。いいよ。おい、もう13、0.13。ねえ。やっぱり変わるね。うん。はぁ、どっこいしょ。はぁ、
それそう来なくちゃよ。戦いを楽しんでやがる。ペロ。やるなおめえ。お互い戦闘機を。こんなワクワクするの久しぶりだよ。ナイフ舐めてんじゃん。ね。あとがなくなっちまったな。ペロ。さあ、ここで終わりなのか。やーい。やれやれ。勝利の女神のキスはまだお預けってことだ。急にキザになったな。来るぞ。あーあー、マジか。記録。今言ったと思ったわ。やっぱり負ける。あー、俺の頭が気持ちがつけたぜ。